ジューニアは、イギリスの劇作家、ウィリアム・シェイクスピア作の喜劇である。副題は、魚医のままに、を意味する。1601年から1602年頃に、クリスマスのシーズンの終わりを告げるジューニアで、上演するために書かれたと考えられているが、劇中にジューニアの行事に関わるようなセリフはない。この芝居は、双子の兄弟であるバイオラとセバスチャンが船のナンパで、 離れ離れになってしまったことから始まる。バイオラは少年に変装するが自分が使えているオーシーの公爵に恋をしてしまう。オーシーのは白爵家の霊場であるオリビアに恋をしているが、オリビアはバイオラを男だと思い込んで思いを寄せるようになってしまう。マッテオ・バンデルドの物語に基づくバーナビー・リッチの短編アポロニアスとシーッラの物語を部分的に織り込んでおり、 音楽やバカ騒ぎに溢れた芝居でもある。記録に残っている最初の上演は1602年2月2日、暦の上でクリスマスの時期の正式な終わりであるキャンドルマスの日のものである。1623年にファーストホリオに入るまでは一度も出版されたことがなかった。ジューニアの舞台であるイリリアはこの芝居のロマンティックな雰囲気に重要な貢献をしている。 イリリアはバルカン半島の西側の地域に古代に存在した国名である。アドリア海の東側の海岸が古代イリリアの一部であり、この海岸という設定が芝居にとっては重要である。この海岸は現代の国名で言うと、北はスロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、南はモンテネグロ、アルバニアまでをカバーする地域である。 ラグーサ共和国はここに含まれ、おそらくこの辺りが舞台として想定されている。イリリアはシェイクスピアがもっと早い時期に書いた芝居である、ヘンリー6世、第2部でも海賊が活動している地域として言及されている。登場人物の名前のほとんどはイタリア風であるが、喜劇的な人物にはイングランド風の名前のものもいる。おかしなことに、イリリアの貴婦人であるオリビアの叔父。 サートービー・ベルチは、イングランド人である。芝居の設定には他にもイングランドらしいところがあり、バイオラは16世紀ロンドンの先導がよく使っていた、ウェストワード法という表現を使用しており、さらにアントニオがセバスチャンにイリリアで一番いい宿として、エレファント邸を進めるが、これは、グローブ座の近くにあったパブと同盟である。エドモンド・レイトンが描いた、 オリビア双子の兄弟セバスチャンとバイオラの乗った船が嵐に遭い、バイオラはイリリアの海岸に打ち上げられる。彼女は消息のわからない兄を死んだと思い、身を守るため、兄そっくりに断層して、シザーリオと名乗り、イリリアの公爵であるオーシーノに故障として使えることにする。オーシーノは伯爵の娘であるオリビアに恋をしていたが、兄のもに服したいという理由で、 彼女に断られ続けていた。シザーリオをすっかり気に入ったオーシーノは、オリビアに自分の気持ちを伝えるよう命じる。密かにオーシーノに淡い思いを抱いていたバイオラは、その命令に苦しむが、故障としてその務めを果たす。オーシーノの思いを拒むオリビアだったが、死者としてやってきたシザーリオに心を奪われてしまう。それに気がついたバイオラは、ミノル。 はずのない自分へのオリビアの思いを、オーシーノへの自分の思いと重ねて悲しむ。一方、死んだとバイオラが思っていた双子の兄セバスチャンは、別の船の船長アントニオに助けられており、彼と共にイレリ,リアにやってきていた。アントニオはセバスチャンを気に入っていたが、オーシーノと過去に因縁がある関係で、セバスチャンと別れて、人目につかないよう行動していた。オリビアには、 オうシーのの他にも求婚者がおり、オリビアのおじトービーの遊び仲間であるアンドルーもその一人だった。愛しいオリビアが公爵の故障に熱を上げていると聞いたアンドルーはトービーにそそのかされてシザーリオに決闘を申し込む。シザーリオは仕方なくその決闘を受けるが、シザーリオのことをセバスチャンだと思い込んだアントニオが割って入り、決闘を止める。その後、 警備員に捕まってしまうアントニオだったが、バイオラは彼が自分のことをセバスチャンと呼ぶのを聞いて兄が生きていることを知る。その頃、イリリア見物をしていたセバスチャンは偶然にオリビアと出会う。セバスチャンは見ず知らずの美しい姫に求婚されて夢ではないかと戸惑うも、その申し出を受け入れる。オリビアはシザー・リオにそれまで カくなに拒まれてきたこともあり、相手の気が変わらぬうちにとすぐに結婚式を挙げる。その後、オリビアと出会ったオーシーノは彼女に求婚するも、いつも通り断られてしまう。さらには、彼女が自分の故障を夫と呼ぶのを聞いて、裏切られたと思ったオーシーノはシザーりを逃げ起動する。身に覚えのないバイオラはそれを否定するが、今度はオリビアが裏切られたと叫ぶ。 そんな口論の最中に、セバスチャンが現れ、一同は驚く。バイオラとセバスチャンは互いに蘇生を確かめ合い、生き別れになっていた兄弟と知る。バイオラを男と思って求婚したオリビアは恥じるが、オリビアもセバスチャンも互いに悪い気はせず、一方の惜しいのはシザーリオが女だと知り、改めて求婚する。こうして二組のカップルがめでたく誕生する。 この芝居は主にイタリアの作品、リンガンナーティをソースとしていると考えられている。この作品はアカデミアでリイントロナーティによる共作で1531に書かれている。男性主人公オーシーノの名前はブラチアーの公爵ビルジニオオルシーニから来ているのではないかと推定されており、このイタリアの貴族は1600年から1601年にロンドンを訪問している。 もう一つの種本である、アポロニアスとシルダは、バーナビーリッチの作品集である、リッシュヒズフェアウェルツーミラッテリープロフェッションコンタイニング、バリープリーズワントディスコーセスフィットフォー、AP サブルタイムに収録されており、マテオ・バンデッドの物語の本案である。アーサー・ボイド・ホートンによる、サー・アンドル・エギュチークを助けに来るサー・トービー・ベルチ、タイトルのジュニアは、クリスマスの日後に行われる、 高原祭の夜の祝宴のことである。もともとはカトリックの祭日であったが、ドンちゃん騒ぎの日となっていた。メシ使いが主人のような服装をし、男女も衣服を取り替えた。この祝祭儀礼とカーニバル的な反転は、一年の同じ時期に祝われた古代ローマの祭りであるサトルナリアに基づくものではないかと言われており、本作のジェンダーが混乱するプロットの文化的な、 起源である。エリザベス町においても十二夜の祝いはバカ騒ぎを含むものであり、一時的にエンターテインメント、音楽、ママーズプレイなどを取り仕切る権威を与えられたブレイコーの王が任命された。この芝居はこうしたブレイコーが許される伝統的な祝祭の雰囲気を残した作品である。このため通常の物事の決まり、特にジェンダーロールの逆転が起こっている。 ひどい目にあって孤立するマルボーリオは、サート・ビー・ベルチが主導する、祝宴を楽しむ、祭りの共同体に敵対する存在として描かれている。バイオラの他にも、シェイクスピア劇には、異性奏するヒロインがいる。シェイクスピアの時代の演劇では、若い男性が女役を演じており、そうした役者が一時的に男性らしいふりをする、女性キャラクターに憤することで、入り組んだ変装に、 ユーモアの要素が組み込まれるようになっている。バイオラは異性相をすることで、オーシーノとオリビアの間の使者を務めたり、オーシーノの秘密を知る親友となったりするなど、通常は男性のものとされる役割を自分のものとすることになる。しかしバイオラは、お気に召すままのロザリンドや、ベニスの商人のポーシャに比べると、男層によって、プロットに直接介入することが少なく、字に、 フロットの解決を委ねている。ジューニアはジェンダーアイデンディティや様々な人々が性的に惹かれ合う様を探求しているため、男性の役者がバイオラを演じることで、両性具有や性的な曖昧さといった要素が強調されるようになる。このため、ジューニアは、シェイクスピア劇の中でも極めて直接的に、ジェンダーの問題を扱った芝居であると考えられることもある。1ニアにおける、 ジェンダーの描写は女性が不完全な男性であるという初演の時代に普及していた科学館から来ているということも指摘されている。この考えによりジューニアのキャスティングとキャラクターにおいて異性の兄弟の間に見分けがつかないとされている設定が説明できる。バイオラが芝居の最後に OC のと婚約する場面までずっと異性層のままであることはしばしば バイオラとオシーノの間のホモエロティックな関係の可能性についての議論の引き金となっている。河合正一郎はこれについて、バイオラが女装で出てくるのが冒頭のナンパ後の場面のみであるのは女役を演じる役者がかなり成長しており、できるだけ男装で舞台に出しておいた方が配役上都合が良かったのではないかという説を提示している。オリビアが 1> 第一幕第5話で初めてシザー・リオに出会う場面で、コメディアンなのと尋ねる。バイオラは、私は、私が演じているものではありませんと答えるが、ここは、演劇性や劇中で、演じることに対する言及である。マルボー・リオいじめのプロットはこのアイデアに基づいており、フェイビアンは、第3幕第4話で、もし、今これが舞台でかかっている芝居なら、 ありえないお話だと、文句つけるところですよと言っている。第4幕、第2話では、同家のフェステが、地元の聖職者であるサートーパスの声色と、自分自身の声を交互に使いながらに役を演じ分けて、マルボーリオをからかう。フェステは自分を、イングランドの道徳劇に出てくる、昔のバイス役になぞらえて締めくくる。イングランドの民族的伝統の影響は、 フェステの歌やセリフにも見受けられ、第5幕の最後の歌などがその例である。歌の最後の歌詞は、イングランドの伝統的な出し物のセリフを直接、反映するものとなっている。ジョン・マニンガムは、ミドルテンプルで法律を学ぶ学生であったが、1602年2月2日のキャンドルマスの日に、12夜がミドルテンプルで上演され、学生が招かれたと日記に記録している。 これが記録に残る最初の上演であり、これ以降にこの芝居が執筆されたということはありえない。出版は1623年のファーストフォリオに入るまで行われなかった。従来この劇の初演は1601年1月6日にエリザベス一世の宮廷で行われたと言われていた。これはシェイクスピア学者のレズリー・ホットソンが1ニアの大事夜で唱えた説で、 12夜のその日その場所で、シェイクスピアの劇団が劇を上演した記録があることと、その時の主品が登場人物と同盟のイタリア貴族、OC の公爵だったことを根拠にしている。しかしこの説は、公爵が自分と同盟の登場人物が、同権にからかわれるのを見て喜んだか、また公爵法映の知らせが入ったのが12月25日のことで、 いくらシェイクスピアでもこれほどの短期間で新作を仕上げるのは難しいのではないかという疑問がある。執筆現代について確実に言えるのは前述したように1602年の初めには上演できる状態であったということとどれほど早くとも1599年以後に書かれたということ程度である。それは同年に出版された。 エドワード・ライトのイギリス初の世界地図への言及が、第3幕第3話のマライアのセリフにあることからわかる。デイビッド・ビービントンは1599年の執筆の可能性を示唆している。さらに英文学者の河合翔一郎は、シェイクスピアの作品をパロディ化している、作者不明の気をつけろがジューニアの真似もしていることから、それ以前であること、 つまり1599年か1600年だという。しかし1601年説も根強い。年代について確定的なことを言うのは困難である。本作の正式なタイトルは、トゥエルフスナイト、オアホアというウィルである。芝居に副題をつけることは、エリザベス朝の流行であるが、ベニスの商人の別題、ベニスのユダヤ人を副題として扱う場合があることを除けば、ジュニ夜は、 シェイクスピア劇で唯一、出版時に副題が付けられた作品である。ジュニアの古い半本は、ファースト保領のみで、違本はないが、このテクストは、以下のような問題をはらんでいる。初演から出版まで20年ほど経過していることから、初演時の台本ではなく、上演を重ねていくうちに改修が行われた台本を、定本として用いたためと思われる。 初演と執筆現代の不死で述べたように、最初の記録に残っている上演は1602年2月2日にミドルテンプルで行われた上演である。この上演のことを日記に記録したジョン・マニンガムは明らかにマルボーリオのプロットを一番楽しかったと評価しており、さらにシェイクスピアが前に執筆した芝居である、間違いの喜劇との共通点を指摘し、財源の一つである。 因果にとの関係にも触れている。初演はもっと早い時期であったかもしれない。初演と執筆年代で述べたレスリー・ホットソンなどの主張が正しければホワイトホール宮殿で1601年1月6日の12夜の祝演で本作が上演された可能性もある。12夜は1618年4月8日のイースターマンデーに宮廷で上演され、1623年の キャンドルマスにも上演されている。ウィリアム・ハミルトンによる1ニ夜の一場面の絵、1797年頃、1ニ夜はイングランド王政復古にあたって、最初期に再上演された演目の一つである。サー・ウィリアム・ダベナントは1661年にこの戯曲を本案しており、トマス・ベタートンをサート・トービー・ベルチの役で起用した。サミュエル・ピープスはこのバージョンを バカな芝居だと考えたが、それでも1661年9月11日、1663年1月6日、1669年1月20日に、感激している。別の本案であるラブ・ビトレイ、D, or The Agreeable Disappointment が1703年に、リンカーンズ・ウィン・フィールズで上演されている。17世紀から18世紀初めまでは本案ばかり。 上演されていたが、シェイクスピアの原作版ジューニアが1741年にドルリー・レイン劇場で再演された。1820年にはフレデリック・レイノルズがオペラ版を上演し、音楽はヘンリー・ビショップが担当した。1912年にハーリー・グランビル・バーカーが非常に影響力のある上演を行い、1916年にはオールドビック・シアターで ジュニアが上演された。イエール大学演劇協会による1921年のジュニア上演ポスターリリアン・ベイリスは長期間休館していたサドラーズウェルズ劇場を再開し、1931年にラルフ・リチャードソンがサー・トービー役、ジョン・イール・グッドがマルボー・リオ役でジュニアを上演した。オールド・ビッグ・シアターは1941年に ロンドン大空襲で深刻な被害を被り、1950年に再開したが、その際に、ペギーア・アシュクロフトをバイオラ役に起用して、12夜を上演した。ジョン・ギール・グッドは、シェイクスピア・メモリアル・シアターの一環として1955年に、マルボー・リオ役をローレンス・オリビエ、バイオラとセバスチャン・両方を、ビビアン・リーが演じる演出で上演を行った。 ブロードウェイシアター最長の上演は、マーガレット・ウェブスターが1940年に演出した公演で、マルボーリオ、モーリス・エヴァンス、バイオラをヘレン・ヘイズが演じた。このプロダクションは129回の公演を行ったが、これは通常のブロードウェイの上演の2倍以上の回数で、ある。リビュー中例が1984年10月から11月にかけて、 ミネアポリスのガスリーシアターで行った上演は、アーキタイプ的なサーカスの世界を舞台とし、祝演的、カーニバル的な要素を強調した。初演時は、すべての女役が男性によって演じられていたが、その後数世紀の間は女性を女役に起用するのが、普通であった。ロンドンのシェイクスピアズグローブのカンパニーでは、多数の非常に人気が高いオールメールキャスト上演を実施しており、 2002年のシーズンでは、ジューニアを上演した。これは、グローブの芸術監督マークライランスがオリビアを演じ、エディレットメインがバイオラを演じるもので、シーズン開幕前の2月に、1602年にこの芝居が上演されたミドルテンプルホールで上演400周年、記念を祝って先行上演された。2012年から2013年のシーズンでこの演目が再演され、 グローブでの上演の後、ウェストエンドとブロードウェイに劇場を移して上演された。上演は非常に人気があり、売り切れとなった。スティーブン・フライがマルボー・リオ、バイオラ役はジョニー・フリンが演じ、リチャード3世と共に、レパートリーの一部として上演された。20世紀後半には多くの著名な女優がバイオラを演じており、ステレオタイプ的なジェンダーロールの限界を超える。 感覚をどれほど観客に経験させられるかが解釈のキーの一つとなっている。これは時として本作のプロダクションがどの程度統合の感覚を再確認する方向に向かうかということと関連する。例えば芝居の結末部分で第二次世界大戦後のコミュニティの再統合を強調した1947年のプロダクションでは、 当時四十四歳であったビアトリックス・レーマンが演じる、たくましいヒーロー、ヒロインとしてのバイオラが、この再会と再統合を主導した。九百六十六年のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのプロダクションでは、ダイアナ・リグ演じるバイオラが、それまでの上演よりも、はるかに公尺に対して、肉体的魅力を発揮し、宮廷も特に男性間での肉体的孤児が、あらわになるような場所として描かれ、 ジェンダーの審判がより明白になった。ドナルド神殿ンンを、マルボーリオ、ジュディ・デンチを、バイオラに起用したジョン・バートン演出の1969年のプロダクションでは、役者の演技が高く評価され、プロダクション自体は粉々に崩れてゆく死にゆく社会を提示するものだという評価を受けた。マルボーリオは、役者の間では人気のある役柄である。イアン・ホルムは何度もこの役を演じ、 他に、サイモン・ラッセル・ビール、リチャード・コーデリー、パトリック・スチュワート、デレク・ジャコビ、リチャード・ウィルソンなどがこの役を演じている。若い女性が男の世界を行う、自立の道の探求、ジェンダーの曖昧化、同性間の性的惹かれ合いなどのテーマゆえに、ミュージカルなどを中心に多数の舞台本案が制作されている。You are on sing, music is, all s h o o k up. プレイオンなどがその例であり、最後の2つはそれぞれエルビス・プレスリーとデューク・エディントンの楽曲を用いたジュークボックスミュージカルである。ピーター・エーリス作曲によるミュージカルオリリアも制作されている。シアター・グロテスコは、オ c シーの公爵とオリビアの召使いの視点から現代版の本案劇を制作している。 この本案は階級差別やリーダーシップなき社会について考察するものである。1999年に十二夜は十二夜またはお望みのものというタイトルで宝塚歌劇団により上演されたが、この作品には劇場と役者の役割についてさらに明らかな注釈がいくつか付け加えられており、さらにすべての役が女優によって演じられるため、 ジェンダーをステージに適応させることがより多層的に描かれた。なお、宝塚歌劇団は1980年に十二夜の本案による恋の冒険者たちを上演している。2005年には小野菊之助が蜷川幸雄に演出依頼し、十二夜を歌舞伎演目として作り変える蜷川12夜が上演された。本作は2007年に再演され、2009年には ロンドンのバーアービカンセンターで上演された。2020年舞台をベルエポックのパリピガールに移したミュージカルピガール競争曲を宝塚歌劇で上演。1910年にバイタグラフスタジオがフローレンス・ターナー、ジュリアス・ウェイン・ゴードン、マリン・セイス主演でジュニアの短いサイレント映画版を作っている。また、オーストラリアで1986年にジュニアとして 映画化されている。1996年の映画1ニ夜はトレバー・ナン監督によるイギリス映画で19世紀を舞台にしている。イモジェン・スタップスがバイオラ役、ヘレナ・ボナム・カーターがオリビア役、トビー・スティーブンスがオーシーの役である。メル・スミスがサー・トービー、リチャード・イー・グラントがサー・アンドルー、ベンキングズレイがフェステ、イメルダ・スタウントンがマライア、 ナイジェル・ホーソーンがマルボーリオを演じた。喜劇的な要素が減って、成功法のドラマになっているため、批判を受けた。2001年にディズニーチャンネルオリジナルムービーが、モトクロスの世界に舞台を置き換えて、モトクロスと制作している。2004年の映画、ホワイトライズでは、ローズバーン演じるアレックスが、アマチュアの1ニ夜上演でバイオラを演じる。本作は2度。 アメリカの高校を舞台にした作品として本案されている。1985年に制作された彼女はハイスクールボーイと2006年の映画アメリカンピーチパイである。彼女はハイスクールボーイは高校生のテリーが性差別ゆえに憧れの仕事であった新聞社のインターンに選ばれなかったと考え両親の留守中に断層して ライバルの高校に男子として入学し、そこで友人になったリックに恋してしまうという物語である。設定は1ニ夜に似ているが、名前や展開などは原作と大きく異なり、自由な本案である。アメリカンピーチパイは、彼女はハイスクールボーイよりも原作に近い作品になっている。本作は恋の唐騒ぎがジャジャウマならしを現代化したのと同様の手法で、 ジューニアを現代のティーンコメディに作り変えており、同じチームが脚本を担当している。舞台はイリリアというプレップスクールで、芝居の主要人物の名前も同じである。例えば、イリリアの公爵オーシーノは、デュークオーシーノとなっている。ただしバイオラは男装後、シザーリオではなく、兄の実名、セバスチャンを使用して、男性の振りをする。物語は、 サッカーチームのライバル関係をめぐるものに変わっているが混乱したロマンスは原作と同じように描かれている。主人公のバイオラは兄セバスチャンのふりをし、オリビアはバイオラをセバスチャンだと思って恋に落ちる。シザーリオという名前は高校の生徒たちが行くレストランの名前に使われている。イリリア学園サッカーチームでデュークのチームメイトになるのはアンドルーとトービーである。 マルボーリオの脇筋は省かれているが、少しだけ登場するタランチュラに、マルボーリオという名前が付けられている。モニークやマルカムなど、シェイクスピアの作品から直接来ているのではない、人物も登場する。恋に落ちたシェイクスピアには、ジューニアへの言及がある。映画の終盤で、ジュディ・レンチ演じるエリザベス一世が、ジョセフ・ファインズ演じるシェイクスピアにジューニアの祝宴用の、 喜劇を書くよう頼む。映画に登場するシェイクスピアの恋人はグイニス・パルトロを演じるバイオラであり、富裕な商人の娘で役者になるため男のふりをする。シェイクスピアは金銭的に困窮し、ロミオとジュリエットを書こうとしてスランプに陥っている劇作家である。バイオラは映画の最後でジューニアのヒロインのモデルとして提示される。ジュニアが ナンパで始まることを踏まえ、この映画は、バイオラが恋人であるシェイクスピアと引き裂かれ、意にしまぬ結婚を強いられて、アメリカの植民地に向かった後、ナンパを生き延びて、バージニアの岸に降り立つ場面を含んでいる。ジーニアは、V4 ベンデッタで言及されている。登場人物である V が、イビート踊りながらバイオラのセリフを引用する。1937年5月14日に、BBC1 が、 12夜の30分間の抜粋をロンドンで放送した。これは記録に残っているものの中では、シェイクスピアの戯曲がテレビで放送された最初の例である。ジョージモア・オフェラルが新しいメディアであるテレビ用にプロデュースしたもので、後にアカデミー賞を受賞する著名な女優グリアがアースンが若手として出演している。アレクサンドラ・パレスの BBC スタジオからライブで放送され、 テレビ放送を記録する技術は存在しない時代であったため、スチール写真以外の映像記録は残っていない。1939年にマイケル・セイント・デニスの演出により、こちらも将来のアカデミー賞女優であるペギー・アシュクロフト主演で芝居の前編がテレビ放映された。さあ、トービー・ベルチの役は若き日のジョージ・ディバインが務めた。1957年に、 アメリカの NBC がホールマークホールオブフェームのプログラムでこの芝居を放映した。これはジューニアが初めてカラーでテレビ放映された機会であった。モーリス・エヴァンズが舞台で当たり役であったマルボーリオを再び演じ、デニス・キング、ローズマリー・ハリス、フランセス・ハイランドも出演した。1966年にオーストラリアでテレビ版のジューニアが放映されている。 1696年に、ジョン・シッチェルとジョン・デクスターの演出で、UK テレビ版が制作された。ジョーン・プローライトが、バイオラとセバスチャンを演じ、アレック・ギネスが、マルボー・リオ、ラルフ・リチャードソンが、サート・トービー・ベルチを演じ、トミー・スティールが非常に独創的なフェステであった。1980年にさらにテレビ版、1ニ夜が作られた。これは、 BBC テレビジョンシェイクスピアシリーズの一部で、フェリシティ・ケンダルが、バイオラ、シニード・キューザックが、オリビア、アレック・マック・コーエンが、マルボー・リオ、ロバート・ハーディが、サート・トービー・ベルチであった。1981年12月19日、NHK 総合、12月27日、NHK 教育で、NHK シェイクスピア劇場、12夜として放送。 1988年にケネス・ブラナー演出の舞台がテムズ・テレビジョンのためにテレビ化された。フランセス・バーバーがバイオラ、リチャード・ブライアーズがマルボーリオを演じた。1998年にリンカーン・センター・シアターがニコラス・ハイトナー演出で12夜上演を行い、これが PBS ライブ、フロム・リンカーン・センターとして放映された。ヘレン・ハントがバイオラ、 ポール・ラッドが、OC の、キーラ・セジウィックが、オリビア、フィリップ・ボスコが、マルボー・リオ、ブライアン・マリーが、サー・トービー、マックス・ライトが、サー・アンドルー、デビット・パトリック・ケリーが、フェステであった。2003年に、ティム・サプル演出による現代を舞台にしたテレビ映画が作られた。デイビット・トロートンが、サー・トービー・を演じ、パー・ミンダー・ナグラが、バイオラ役、 チュイテルイ・ジョフォーが OC の役という多民族キャストであった。バイオラとセバスチャンがイリリアに到着する場面は難民のニュース映像を思わせるものであった。イギリスのテレビシリーズスキンズのエピソードグレースで主要な登場人物がジューニアを演じる。フランキー、リブ、マッティの三角関係の状態にあり、それぞれバイオラ、オリビア、OC のを演じる。キャスリーン・レスビットが BBC のために本案したジューニアがイギリスのラジオでシェイクスピア劇が全編放送された最初の例である。1923年5月28日のことであり、ネズビットがバイオラとセバスチャン両方を演じ、ジェラルド・ローレンスが OC のを演じた。1937年の CBS ラジオプレイハウスによる本案は、 オーソン・ウェルズが、OC のタルーラ・バンカヘッドがバイオラを演じるものであった。一年後にウェルズは、自らの劇団マーキュリー・シアター・カンパニーでマルボーリオを演じた。BBC では、12夜前編が何回かラジオで放送されている。1982年のラジオ4の放送では、アレック・マッコー演が、OC の、ウェンディ・マリーが、バイオラ、ノーマン・ロドウェイが、サート・トービー・ベルチ、アンドルー・サックスが、 サー・アンドルー・バーナード・ヘプトンが、マルボーリオを演じた。1993年に BBC ラジオ3で、カリブ海の島々を舞台にしたバージョンが放送され、マイケル・マロニーが、OC の、イブ・マシソンが、バイオラ、イアン・カスバートソンが、マルボーリオ、ジョス・アクランドが、サー・トービー・ベルチを演じた。2011年1月6日に BBC ラジオ7で、この番組が再放送された。 1998年には、ラジオ3で別の本案が作られており、マイケル・マロニーが再び、OC のを演じ、ジョセット・サイモンが、オリビア、ニッキー・ヘンソンが、フェステを演じた。2012年4月に BBC ラジオ3は、サリー・エイブンズ演出のバージョンを放映しており、ポール・レディが、OC の、ナオミ・フレデリックが、バイオラ、デイビッド・テナントが、マルボー・リオ、ロン・クックが、 サートービー・ベルチ役であった。1888年に、アレクサンダー・キャンベール・マッケンジーが、1ニ夜に基づく、助曲を作曲している。1942年に、ジェラルド・フィンジが、シェイクスピアのテクストを用いた、連作歌曲集、花輪を捧げようの一部として、おい、俺の彼女と、来たれ、潮に曲をつけている。ありがとうございます。